聖帝寺は、茨城県小賀市下大野にある浄土宗の寺院。三号を、少々山、陰号を、東寺院という。中世には、浄土宗鎮西流藤田派の南林として、多くの学僧を要した。近世には四十一世、東穂丸玄建鉄が、小賀城下に、同名の聖帝寺を、海山、両寺ともに、小賀城主、土池の母大寺として保護された。 小賀城下の聖帝寺と区別するために、王の聖帝寺と呼ぶこともある。昭和3年、浄土宗鎮西流藤田派の学僧、持屋良心の解散、あるいは王永年間、同じ藤田派、両久美比の解散と考えられている。資料により異なっており、研究者の見解も統一されていない。聖定寺がある、王の号は、下唄、下神戸荘の野方に属し。 北地川流東部の長井戸沼に近い。鎌倉街道中道も縦断しており、水陸交通の要衝でもあった。隣接する関戸、小包、佐川屋を含む鎌倉街道沿いの領域には、平安期、鎌倉起層圏の由緒を持つ寺院が集中しており、中世の早い時期から開発が進んでいたと考えられている。回帰は不明。本松町移しには、原生。 その田地部太夫聖定と記されているが、現世その田氏は処刑ずるいに見出せない。なお、寺の陰謀、当寺院は、足利高氏の陰謀と同じである。また、江戸時代に末寺になる、赤戸、両閣寺が、初代鎌倉久保を、足利元氏を大旦那としたという由緒を持つことから、足利氏との関係も推測される。室町時代には、浄土州鎮西流の一派、 藤田派の団臨として発展した。団臨は、近世の用語で学問書を持つ、大規模な寺院である。中世の用語では、団儀書、団書、団状と呼ばれ、強制。浄土宗鎮税流の関東三派は藤田派、名古屋派、八季派からなる。制定時は藤田派の学問書だけではなく、各派の交流拠点でもあった。白果手派の学僧で、江戸。 増上寺解散の取り込まれ、聖佐都市文書によれば、聖佐都市が聖邸寺に立ち寄って馬を借りた際、領給と激しい法論をしている。藤田派と白果手派との交流事例の一つと評価される。さらに聖邸寺歴代を記した文脈には、名古屋派大沢法流の僧侶名も参見されることから、名古屋派の影響も受けていたと考えられる。 本末町内市中の制定寺歴大不脈における二十八世、九州は浄土州大本山の京都、千音寺十九世の九州と同一人物とみなされている。永六四年、上杉謙信が北条氏康に対抗するために関東に出陣した際、九州も謙信を支持する関白、この江崎久に随行し、上野、馬山市場に入る。その後、咲久は、 小賀城に移るので、牛州も同行したと考えられる。この時、静帝寺に近い小賀城と水海城を拠点とする柳田聖介は、謙信のもとで足利富士氏を小学坊に擁立し、北条氏康に抵抗していた。牛州は、晴介を通じて、静帝寺と関わりを持ったと推定される。後の元気三年から天正七年には、不況のため東国を変歴する。 これらの牛州の活動は、大本山を争う、白旗派、千温院に対抗するため、上杉謙信や柳田誠介たちの政治力と結びつき、藤田派の共戦拡大を行っていたものと考えられている。戦国時代の末期、聖帝寺は藤田派から白旗派に転向した。天正十年に寺に入ったとされる、旗図院は聖帝寺三十世となるが、藤田派だった。 旗随ずは後に、白旗派を代表する格僧になる。旗随ずは、牛州と異なり、北条氏治の外護の元共戦を拡大し、慶長7年には、京都、千恩寺33世となる。この時を契機として、藤田派寺院の白旗派転校が加速された。後の元禄期に書かれた遺書書によれば、江戸時代の初頭、39世、領中の陰遁後に、 断林が途絶したとされる。以後、京都、地温院の門松となる。江戸時代になると、寺がある、下尾の村は、古賀藩領になった。寛永十年、土井都勝が古賀城に入る。都勝は、静帝寺四十一世、東方まれ玄鉄を招き、古賀城下に、同盟の静帝寺を創建した。都勝は、当初、浄土宗、旧跡。 清家の道場である当時をそのまま土池の遺廃所にしようと考えたが、城下から遠かったために事業と僧侶を引き移した。以後、二つの制定時は土池から同様に扱われて保護される。上皇三年には土池により、本堂、三門、二王像が修復され、三輪一丁余り政府が寄進されている。上京三年、幕府の本末制度、断輪制度の整備に伴い、 団林となっていた、有気、後継寺の末寺に編入され、一地方寺院に位置づけられた。慶長9年、小賀藩領、鳥羽村に、寺領三国を認められた、国印状を受けている。その後も主印状獲得のため、上京4年から延長3年にかけて、たびたび運動した記録が残っているが、目的を果たすことはできなかった。なお、法暦十三年には、 国印地三国を引き続き保持している。明治初期には檀家が300件あった。明治4年、堺外地4町9単余り、650本の木を保有する寺の土地が没収され、各地の寺院と同様に管理とされた。明治8年、聖定寺住職と檀家総代から、茨城県御礼宛てに辞書払い下げ願いが出されている。代々の住職が植林してきたこと。 周辺のうちの農業用水に用いられる土地であるため、農民から申し立てがあることを理由としている。しかし、明治32年にも同様の願書が出されており、容易には払い下げが実現されていないことがわかる。明治12年、檀家の寄付により、本尊の阿弥陀如来の営然が行われた。明治22年、玄関、回廊、栗の建て替えが行われた。明治25年、 薬師如来を祀る薬師堂を新築。放送に対する霊言があったため、草主尊として信仰されるようになり、現在は草上稲荷として祀られている。ABC、総和町通社編、近世398から401ページ。ABC、総和町通社編原子、古代、中世531から532ページ、教法年間編纂の、 浄度伝統総計不勇期、後継時の樹亀山本松末海岸ハット AB 欠場、後継時の制定寺由書書ハット AB、総和の寺院 I115 から121ページ、ABCD、総和の寺院 I124 から130ページ、現在の利根川下流、茨城県と千葉県の県境部、中世の利根川は東京湾に接続し、 現在の利根川下流は、日立川という異なる推計だった。総和の字以外、154から157ページ、AB、総和朝出社変現史、古代、中世525から530ページ、往永24年と、推定される政策市の売り面上福寺文書を、近世に写し取ったものが制定時に残されている。この写しと、その脱落部分に関する上福寺像、 取り込まれ損失処補欠の検討結果による、総和調子通詞編原子、古代、中世530から531ページ AB、総和調子通詞編近代、現代80から82ページ駅西口前、花も館にて、小賀市公式サイト観光、歴史小賀市の観光パンフレットより、ありがとうございます。